神様みたいな。本当の気持ちとか知ったかぶりで、君が悪いのええかしらもね。何かを掴んだとてそれで幻想を壊して、思いを覚ますとかグーの根性ね。ただの雑魚に取り合わないの。冷静なその僕が言葉を口にするのは簡単にコス簡単と怒っているから。なくなっても演じているとも強知らずにね。それでもこのストーリー終わりにせずにいるのは、変わらず耳を傾けてる君に届いてほしいと願っているの。全然欲しかった僕の人格は離れ落ちた、楽天を受け入れる覚悟を持っているから。春の嵐呼んだ僕は泣いた、心傷つけられた、そんなの思い上がりでしょ。どうせそう呼んで分かっているけど、吐いた息もきっと煙たくって目障りに映るでしょう。愛されたいと願うのは罪というのね。みんなの思い伝わってきた。